こんにちは、ブルーホスです。今日は勉強しない人の気持ちって一体何なんだろうっていうことを探っていきたいと思います。まあね、社会人は勉強しないんですよね。日本人は勤勉なはずなのに。うん、日本人って勤勉だと思います、比較的。うん。で、読書量で見ると、実は日本人って勤勉なはずなんですけど、実は1ヶ月1冊も読んでないっていうところなんですよね。だから1週間に1冊でも読んで、月に4冊も読めば、読んでない人と比べると、知識量っていうのは単純に考えると4倍っていうところなんですよね。で、学生の頃って鬼のように教科書を隅から隅まで熟読して、めちゃめちゃ勉強したと思うんですよね。1日45分とか50分とかっていうのを、まあ、5時間5回6回っていうクールを繰り返すっていうのを週5日っていうのが、まあなんか学校だったりするじゃないですか。大学だったら90分1回ね、それをまあ6回受けるとかね、1日、まあ、その鬼のように勉強すると思うんですよね。で、これが大人になったら確かに勉強よりも仕事がメインになるものの、まあ、知識欲っていうのは持ち合わせてると思うんですよ。ところが日常生活を送る上で、まあ、追加で勉強するっていう、まあ、そんな人っていうのは滅多にいないんですよね。特にもう今は手軽にスマホでチラチラってこういろいろこうやれちゃう時代だから、もうソファーから起き上がってこないみたいな、ね、そんな人もいるかと思います。で、これっていうのはちょっととある IT 企業の話もちょっと持ち出してお伝えするんですけれども、まあ、新人が、ね、何名かいる中で、その IT 企業の中で一人極端に仕事ができない新入社員さんがいたんですよ。で、その新入社員を育てていくためにどうしたらいいですかねっていう相談があったんですね。で、そこで、まあ、どんな手を打ったんですかっていうふうに質問をしたんですが、まあ、他の新人と比べて特にとにかくも基礎知識が欠けていたんで、入門書っていうのをこう IT に関する入門書っていうのを課題として与えたんですよ。そしたら、それって読んだんですかって聞いたら、いや全く読みますってね、意気揚々にね帰ってきたんだけど、全然読んでなかったんですわ。で、1年以上にわたって、まあ、その読みなさいねとか勉強大事だぜっていうことを伝え続けたんですけど、ね、こういうふうに会社に言われたことだけをやってもダメなんだというふうにイライラを抑えながらね、もう仕事を教えて課題を与え続けたんですよね。ところがそれでも勉強はしないし、本も読まないし、仕事も定着しないしっていう、スキルも全然身につかないしっていう状態が続いてしまって、結局同期と圧倒的な差ができてしまう羽目になっちゃったんですね。で、もうついにその人の糸がプツンと切れて、なんで勉強せえへんねんって聞いたんですよ。そしたら、時間がないっていう返事が返ってきたんですよね。で、家で時間なんか作れるやんけっていうふうに言うんですけど、もうすいませんって謝るだけで、もう結局行動に現れることはなかったんですね。で、結局どうなったかっていうと、結局どうなったかっていうと、まあ、あまりにもね、使い物にならないですし、技術もスキルも身につかなかったんで、技術的な仕事っていうのをね、例えばプログラミングとかね、コンバートの話とかっていうのをさせることができなかったんで、雑用をやらせるしかなかったんですよ。もうそれしかできない状況になっちゃったんですね。で、周りは技術的な仕事をやっている一方で、雑用しかやってないわけですから、当然、ますます周りとのね、差はつくばかりになっちゃったと。で、経営者の方も上司も入社した以上は、その新人をもう一人前にしたいと思って、こう意気込んで一生懸命、ああしよう、こうしよう、ああしてこうしてっていうことを言ったんですけど、もうついに本人から辞めたいってギブアップしてしまうっていう事態になっちゃったんですよ。で、これっていうのはもう言ったことをやらないし、勉強もしてくれないし、伝え続けてもやらないっていうのではもうどうしようもないなっていうことで、もう結局その人はもう去っていくことになっちゃったっていうお話なんですね。で、これ時代の違いっていうのもまあ背景にあるかなって思ってて、何かっていうと、技術の変化っていうのがまあ遅い時代であれば、もうそれこそしもしもの時代だったらね、いいんですけど、ゆっくりね、5年10年かけて育てるっていうので問題はなかったと思うんですよ。ところが、技術の進歩っていうのが進んでいる現代では、もうなんか毎年のようにもう iPhone とか iMac とかっていうのがもう更新されていきますね。新しい Galaxy とかが出たりとか。うん。で、技術の進歩が進んでいっていますんで、人の成長っていうのも、その技術を使いこなせるだけ同じくらいのスピードで成長するか、もしくはその技術を凌駕するくらいのスピードで成長しないといけないんですよ。で、その速さに残念ながらついていくことのできない社員っていうのも少なからずいるんですよね。当然ですよね。うん。だってそれを作ってる人たちはついていけって当然ですけど、与えられた側からしたらそれを使いこなすってなかなか難しい話だと思うんですよね。で、もう一つ別の企業の話っていうのがあって、同じような事態が起こってたんで、まあ、勉強しない社員と会話する機会っていうのを作ったんですよ。まあ、さっきのその新人さんが勉強してねって言っても、本読んでねって言っても勉強しないし、本も読まないしって、まあ、そういう同じような状態にいる社員さんがいたんで、ちょっと会話を聞いたらしたんですよね。で、やり取りとしては、まあ、仕事に必要な勉強ができないっていうふうに聞いたんですけど、実際のところどうなんですかって聞いたら、
いやー、やろうとはしてるんですが、疲れててできないんですよね、と。そうですか、疲れてるんですか、って。いや、もう本当にね、勉強しなくちゃいけないっていうことは分かってるんですけど、でもできないんですよ。そうなんですね。もう僕にはこの仕事合ってないんです。もうもっともっとやりたい仕事じゃなかったですしね。やりたいことではなかったんですか。じゃあ今入社したことっていうのは後悔してますか。転職も考えてますか。はい、そうか。じゃあどんな仕事ならできそうですかね。わからないですっていうような、まあやりとりがあったんですよね。うん。で、問題は何なのかっていうと、その本人の能力を超える要求をする企業が悪いんでしょうか、それとも企業が求めているレベルに対して努力しないとか、あるいはできないままにしている本人が悪いんでしょうか。で、これってどちらにしたとしても、環境が変わればその社員は生き生きできるのかっていうと、他の会社に行ったとで同じことが起きる可能性って十分に考えられると思うんですよね。で、学習意欲についてなんですけど、これっていうのはその会社だけじゃなくて家庭とか学校なんかっていう、まあ、社会全体で大きな問題となっているんですけど、まあ、これ社会学者の方がね、いろいろ見てるらしいんですが、解決の目処っていうのも残念ながら立ってないんですよ。だから個人の学習能力っていうのは明確な違いがあるままになってて、でその違いっていうのは今言ったような家庭をはじめとした学校とか会社とかっていう環境で大きくかかってくるわけなんですね。まあ、特に学習意欲とか何かこう分からないことがあった時に調べる力っていうのは、幼少の頃からそれに対して取り組む姿勢が育まれているかどうかっていうので変わってくるというふうに言われてます。だから比較的早い時期、もうそれこそ3歳から10歳のゴールデンエイジと言われるような時期なんかで学習能力の差っていうのは生まれてきちゃうわけなんですよ。だから勉強を進んでやる人に関しては、当然新しい機会を与えられるし、選択肢の幅も広がるんですよね。偏差値70ある人が京大を受けようが、別に F ランクと呼ばれるような大学を受けようが、どこでも受けられますと。ところがそうでない人に関してはもう F ランクの大学しか受けるチャンスももらえないわけなんですよね。こういうことなんですよ。で、さっきの会社の話 でちょっと戻っていくと、雑用やらせざるを得ないわけなんですよ。なぜかっていうと、高度なスキルを磨くチャンスっていうのをもう失っているわけなんで、もう成長するチャンスがなければ当然お先真っ暗になってしまうっていうのも当然の話ですよね。うん、というわけなんですよ。はい。なので、まあ、勉強する人としない人の差ってじゃあ一体何があるのっていうと、今言ったような幼少期の頃の環境によって決まるんですよね。じゃあ勉強をし続けて能力を磨き上げた人とそうじゃなかった人との差ってどんな風に出てくるのかっていうと、これちょっと面白い話があって、シェアハウスの話なんですけど、シェアハウスっていうところに、住む人っていうのは、まあ、地方でシェアハウスする場合の話なんですが、地方に残っている人と、まあ、わざわざその、ね、シェアハウスに住みに来る人っていうので、学歴っていうのを調べてみると、まあ、そのシェアハウスに住んでいる人は、世間でいうところの低学歴の人が多かったというところなんですね。これで別に学歴で分けてシェアハウスでなんか これ以上の学歴の人はダメです、これ以上以下の学歴だったら OK ですみたいな分けてるわけじゃないんですけど、たまたまなぜかそういう人たちが集まってくる傾向が高いということなんですね。しかも1万円ほどの激安家賃にもかかわらず滞納する人が多いということなんですよ。うん。で、実態が見えてくるんですね、こういう。で、何かっていうと、向上心あふれる人とか勉強熱心な人っていうのは1万円の家賃が払えないような貧困層にはなりえないと。で、先の話が全てね、シェアハウスの話が全てっていうわけじゃないんですけど、なんとなくこういうその低学歴、いわゆる貧困層と呼ばれる人たちがイコールで結びついてしまうっていうのも、まあ、なんとなく納得できてしまう結果なんじゃないかなっていうふうには思ったりします。人生の幸福度とか成功する、社会的に成功を収める人たちっていうのがIQ が平均して高いっていうのは、こういうところから来てるのかというふうに思います。で、最後、成熟された大人っていうところのタイトルで終わっていきたいと思うんですが、学習意欲が、ね、ないまま大人になってしまった人であったとしても、課題とかを勉強をあれこれ与え続けてもないんですから、取り組むことなんて決してしないんですよ。で、意欲の格差っていうのがあることを認めた上で、本人にとっては屈辱的かもしれないし、こんなところから始めるのかって与える側も苦悩するかもしれないんですが、 1+1 を教えるようなところから始めてできるっていう経験を積んでいかないと、やる人との差っていうのは開く一方なんで、それぞれの育て方っていうのを意識することが大事だっていう話なんですよね。だって
皆さんいろんなこう趣味とか好きなこととかで続けてることってあると思うんですよね。ある人は勉強が好きだし、ある人は絵を描くことが好きだし、ある人は料理をすることが好きだしと。で、なんでそれ好きなのって言ったら、できるから好きなんですよ。できないことが好きっていう人多分ないと思うんですよね。もう皆さん自身胸に手を当ててみて考えていただいたら、僕もバスケットが人よりちょっとできるからバスケ好きなんですよね。でも僕一人サッカーできないしからサッカーあんま好きじゃないんですよ。ってことはバスケのスキルは磨こうと頑張るけど、サッカーのスキル頑張ろうっていうふうに磨く気がそもそも起こらないっていうことなんですよね。こういうことなんですよね。で、これを、まあ、ちょっとポケモンの例なんかで例えると、まずやったことない人がいたらごめんなさいなんですが、レベル5のポケモンですね。それこそもう最初に大木戸博士なんちゃら博士とかからもらうような初めからのねポケモンをいきなり四天王にバーンとぶつけても絶対倒せるはずがないじゃないですか。もう返り討ちに遭う前にそもそもフィールドに出ることがないっていう話なんですよね。だからレベルによって戦わせる相手、勉強させる内容っていうのを変えて適材適所でやっていきましょうという、こういうことが言えるという、そういうお話でございました。ということで、ザ勉強しない人の気持ちを考えてみると、もう立ち打ちできないような、そもそもお門違いなような相手をぶつけるの間違ってるんで、そういう相応のやつから始めていくことを大事にしましょうと。一律って難しいんですよっていうお話をしてまいりました。ということで本日の動画以上です。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。